はいどうも、吉田茂です。今回は函館記念の予想をこの大阪箕面の滝からお送りします。最も内枠が有利なこのコースにおいてという話なんですが、まずそのデータをちょっと見ていただきたいんですけど、同じ芝 2000m をですね、競馬場ごとに内枠が有利な率っていうのを比較しているんですね。つまり1から4枠の成績を5から8枠の成績で割り算をしていると。つまり1より大きければ内枠が有利ということになるんですけど、これをそれぞれですね、勝率、副勝率、そして単回収率、副回収率ということで示しているんですが、まあやっぱり今回注目するのは函館2000なんですけど、これ一番右が函館ですが、まあ勝率においてどの競馬場よりもこの内枠の有利率が高く 1.73、 つまり内枠の方が勝率が 1.73 倍に上がると。よく内枠が有利と言われる東京芝 2000m よりもはるかに内枠が有利であるということがこのデータからわかると思うんですね。まあいずれの他の指標もですね、1を余裕で超えていて、いかにこのコースが他の競馬場よりも内枠が有利かっていうことがわかるデータかなと思います。まあ、そうした内枠有利ということを踏まえて今回予想したいわけなんですが、馬場はもう普通の函館なので、今回そこは割愛しまして、展開の方をまず考えますと、先行馬っていうところがまず限られていて、しかもいずれもですね、早い逃げを打つタイプっていうのがいないと。先行するのはワールドウィンズと当選スーリア、そしてマイネルビルトス、この3頭のいずれかが逃げると思うんですね。でもどの馬も決して早い逃げを打って勝利を挙げていたりはしないので、これやっぱり前半61秒ぐらいで結構スローになるんじゃないかなと思っています。はい、そして最後個別の馬の理解ということで印を打っていくわけなんですが、本命は当選スーリアでいいかなと。本当に差は少ないメンバーですけど、この馬っていうのは小回り巧者なんですけど、でも持続戦よりもスローの方位からさっと抜け出したいタイプで、小回り巧者というと持続力タイプっていうイメージもありますけど、この馬は割とスローペースが得意で、だからこそ新潟の外回りでも勝ち鞍がある、構想があるということなんですけど、金層本当に苦戦していますけど、相手も強いレースに出てきているということもありますので、今回はですね、先ほど言ったようにスローペースが必死なので、そのペース、そしてコースがこの馬の構想パターンにぴったり当てはまるということで、前走もですね、ハイペースの中本当に頑張っていて、馬の状態はいいと思うんですよね。枠も4枠8番ということで、ギリギリ負担なく先行できる枠順かなと思うので、逃げもあっていいかなっていうぐらいの馬なので、それも期待しながらっていう本命になりますね。相手はというか、2番手はワールドウィンズでいいかなと。まず内枠で先行力があるという、この条件だけでもこのレースにおいては狙えると思うんですけど、前走がですね、同じようなスローペースでこのコースで敗戦している印象良くないんですけど、この時は7番枠で、割とさっと出たんですけど、馬なりで出していった分、外からですね、先行されて、あまりいいポジションが取れなかったというか、決して瞬発力があるタイプでもないので、スローペースで真ん中ら辺に行っちゃうと、良さが全然出ないと。この馬の良さがどこなのかっていうのは結構微妙なところではありますけど、過去の函館の放送歴なんかを見ても、割とこう持続戦に向いているタイプだと思うので、今回スロー戦になるっていうのはちょっとあれなんですけど、前走よりもポジションを1個前に運ぶだけでもこの馬の良さっていうのは出ると思うので、武豊ジョッキー継続騎乗ということで、前走の反省を生かして、もうワンポジション前を取っていただければ、2着3着は手堅いんじゃないかなというところです。はい、そしてほぼ同列のこの3番手なんですけど、マイネルウィルトスでいいかなと。この成績見ると、平坦コースが5523に対して、坂のあるコースが0246ということで、典型的なローカル校舎ということで、今回はその条件的にもいいと。このがっつりと先行するまではないですけど、このメンバーだったら比較的その先行力、スピードもあるので、好位がまずスッと取れると。金層が重馬場ですごい強い競馬しているように状態もいいと。また鞍上の丹内ジョッキーとの相性が良くてですね、これが3531ということで、丹内ジョッキー1回しか馬券から外れていないということで相性もいいと。5枠10番ということで、枠的にも十分、ロスなく競馬できる範囲だと思うので、これは十分面白いのかなと思います。はい、こんな感じでですね、このレースは本当に偏った傾向が強いので、僕も馬券的には非常に相性のいいレースなんで、確実に仕留めたいわけなんですけど、
まあ、まずは今紹介した3頭の馬連ボックス、まあ、そして3連複はその3頭のうちの2つどれかは来てほしくて、かつ3着のところにカフェファラオと早稲田インオレアと、マイネルファンロン、まあ、カフェファラオはですね、まあ芝は全然合うと思うんですけど、ちょっと馬込みがあんまり得意じゃないということとダッシュがつかない時があるので1枠っていうのが不安なんですけど、まあ、これぐらいですね先行力に乏しいメンバーだったら、割と普通に声が取れるんじゃないかなと思っていて、まあ、あとはごちゃつかなければっていうところですね、まあ、あとは早稲田インブルですね、王のジョッキーっていうのは結構この小回りコースで、割とインをついたりとかですね結構繊細な競馬やってくるんで、外枠から穴を拾うならこの辺かなと。以上、吉田茂の函館記念の予想でした。皆さん、良き夏競馬をお過ごしください。